はい、それでは消し組のお部屋を紹介したいと思います。はい、ではまず窓の制作ですね。パクパク恐竜ということで、牛乳の、はい、牛乳パックで、はい、こういった形で作りました。カラフルで可愛いですね。はい、そして、はい、恐竜の音楽会が消し組さんのテーマということで、中に入っていきます。はい、ではまず絵の方を紹介していきたいと思います。はい、入園新旧当初の絵ということで、はい、消し組さんになった時の絵を、はい、飾りました。懐かしいですね。そしてお隣なんですが、はい、こちら現在の絵ということで、はい、最近描いた新しい絵になります。こんな感じで新旧入園当初の絵とはまた違った雰囲気の絵が描いてあります。はい、そしてお部屋移動しまして、こちらが水彩画になります。こちらは年中さん絵の具を使った絵を描きました。なんだかちょっとクレヨンで描いた絵とはまた味が違って、すごい素敵な作品になりました。はい、はい、そしてお隣がこちらなんですが、落ち葉アートということで、年中さん子どもたちが児童公園に拾った落ち葉を使ってこのような作品を作りました。と、消し組さんのテーマはハリネズミということで、ギザギザの葉っぱがとても可愛いですね。はい、そして飾ってある絵の最後がこちら行事の絵、指定画になります。はい、指定画は弾け用してこのような形で撮りました。運動会、遠足、お芋掘り、そしてぶどう狩りですね。そして下には子どもたちの粘土の作品が飾ってあります。いろんな形で特徴を捉えた作品になっています。はい、そして天井には、はい、紙皿のキラキラサンタということで、はい、このように飾ってあります。かわいいですね。はい、お腹の雪の結晶が金と銀でとても可愛くできています。はい、そして個人制作になりますね。はい、お家から持ってきていただいた廃材を使って、このように大きなものだったり細やかなものだったり、たくさんの作品を作りました。はい、そして消し組さんのテーマである恐竜の音楽会ということで、まずは、はい、マラカスの卵、そして大きなものとなります。はい、こちら恐竜のトンネルになります。中に入ったり遊んだりすることができます。はい、叩いてみてねということで太鼓もあります。はい、これが消し組さんの作品です。